どうもこんにちは、みちゃんでございます。それでは、ゲーム実況続きやっていきたいと思います。前回はなんかシークレットルーム、みたいなのを見つけて、今から乗り込んでいくというところでございます。シークレットルームはあれだね、謎解きだね。謎解き、まあね、まあ俺にとっちゃこんなのは謎にも なりやしないんだけどね。おっ、来た。おサルベージ、勝手に消した今。ん、即位の広間。何なんだ。なんかちょっと時間食いそうな感じがするな。シークレットルームは敵が出てこないはずなんだけど。わかんねえな。キャンプがある、キャンプがあるということは、ああ間違えた、敵も出てくる。おっ、ガチギュ、何かできるかな。何もできない。気になるね。なんかキャンプがあるってことはひょっとしたら敵とか出てくるのかもしれない。気をつけろ。ここもかつては邪馬台国だったのね。邪馬台国、すげえ、ちょっとすごいな。どっから吹いてんだ。いや、おっし、やってもらいました。ピッキル入れられるところと、もう一つあるな、仏像。どうすればいいんだこれ。おお、びっくりした。馬の置物か。あそこか、あそこに行くんだな。どうすればいいんだ。こっから行くっていうことはなさそうだな。あ、行けるんじゃないか。あ、無理か、無理だ、無理だ。なんかこれ開きそうだな。怖えな。なんだこれ。怖い怖い。これに乗ってあそこか。ちょっとやってみようか。ああ、なるほどね。はいはいはい、わかりました。これどうやって降ろすんだこれ。あ、降りた。あ、自動的に降りるんだこれ。で、こっちが、はい、閉めて、閉めて開けられない。もう閉めちゃっていいのか。勝手に開いた。このうち、あ、乗るのか。あ、ちょっと、あ、やばいやばいやばい、あ、だめ、間に合わない。はい、ちょっと全部、なるほどね。はいはい、わかりました。余裕です。閉めて、閉めてからの、早く早く、急げ急げ。こいつ持ち上げて、あ、やばい、開いちゃった。大丈夫か。よいしょ、よいしょ。こういうことでしょ。行け、マグナー。あ、だめだ。あれ、
ちょっと待って、今のは足りなくないか、いけないんじゃないか、だって今のもう一回だ、全然上がってなかったな、これでいけんのかな、よし早く、助走をつける形のが、よし行け、よっしゃ、タイミングを合わせないとって、タイミングとかあんのこれ、まあ、とにかくあれだな、このやり方じゃダメなんだ、どうすっか、どうするタイミング、まず回す、回してどういうタイミングなの、なんかタイミングを合わせないと、このちょっと半開きみたいになってる時に回してみる、いうの分かんないけど、ちょっと待って、おっとおっと、おお、いけたいけた、楽勝じゃねえかよ、こんなの普通分かんねえだろ、これちょっとひょっとしたら難しいのかもしれないね、俺はたまたまいけちゃったけど、よいしょ、これでおしまいってこともなさそうだね、なんかあんのかな、おっ、これでもうおしまいか、オッケー、お宝、ああ、お宝ゲッチュ、すげえ、経験値1250だって、サルベージが400いくつ、すごいな、ハンドガンのパス、どうやろう、このパーツを集めていくとまた新しい形にハンドガンができるみたいだね、なんか弓矢もなんかそんな感じだったもんね、さてさて、もうここには用はないか、よし戻るとしよう、なるほど、すぐスキルアップできるようにキャンプがあるわけか、さあどうしようかな、一応できることがね増えました、できることが増えたというかね、なんかあのロックが外れたんで、回避後に敵の膝を矢で刺してスタン状態にする、とどめを刺せる状態にする、おこれちょっとすごくね、スタン状態の敵にピッキルでとどめを刺すことができる、ちょっと近接戦闘が相当充実してきた、力を強化し持ち上げる弾薬の数を増加させる、ヘッドショット編集スキル、敵を仕留めるより通常で多くの経験値、どうしようかな、ここら辺は本当にいらないよね、あ、ちょっと出てる、登るスピードが向上し落下ダメージも軽減できる、ちょっと気になるねこれね、それで近くを駆使し周辺に隠れているアイテムを見つけ出し、ちょっとこれあれじゃないの、うわー迷うわー、ここで迷ってる場合じゃないんだけどね、俺の中で2つに絞られた、これだ、持ち運べる弾薬の数を増やすか、もしくは、さっきのこの隠れているアイテムを見つけ出すやつか、あーどうするこれ迷うな、とりあえず武器弾薬には困ってないから、困った試しがないんだよね、だとりあえずこれだな、インスティンク覚醒させる、コレクションアイテムが光って表示され壁を隔てた状態でも確認することができる、いいねいいねいいね、サルベージは確実にしていきたいからね、そう、そして
どうすっかな。発射ガスをこいつに見ますか。あ、これはロックがかかってない。リロードを向上させる。発射レートを向上させる。あとさ、あれだな。パワーアップはできないけど、安定させたりはできるかな。じゃあ、どうしようかな。リロードを向上させるか。リロードにも困ったことないもんな。よし、これにしよう。OK。はい、大変お待たせいたしました。それでは行きましょう。ランタンみたいなの無視して自分でつけちゃうからね。なんか当たり前かのようになんか白骨化自体があるけどね。なんかあれだね、腰回りがかなり充実してきたような感じがする。どうすんだっけ。あ、そうだ、あいつを助けなければいけないのか。お、ちょっと待って、こっち行けんのか。行けないな、ここか。まずおー、来て、おー、お、卵だ。下からも行けたんだな。気づかなかった。え、今なんか聞けた？大丈夫か？どうすんの？行けるか？大丈夫ね、行けるね。トゥッ！オッケー。これ行ったら戻れなくなっちゃうじゃん。大丈夫かな？ジャンプしていけないか、いけないか、危ない。よし、うわ、なんかもうサルベージ天国じゃないか。ムーブいっぱいあるな。あ、なんだ、なになに。私はこの呪われた島を去る決心をした。これ以上邪馬台国に関わるべきではない。太陽の女王の力は未知のものだが、この世ならぬものであることだけは間違いない。思った通り、女王は最初から私の意図を見抜いていた。その上で私をあえて泳がせ、適当にあしらっていたのだ。女王は全て知っていた。この島を生きて出られたら、我が君をいさめねばならない。邪馬台国に手を出してはならぬと。邪馬台国の領海に近づきたくば、相応の貢ぎ物を捧げるべきだ。卑弥呼の怒りに触れることだけは避けなければならない。そうなれば我々は破滅を免れまい。島で目にしたその他の物事、あの忌まわしき光景を私は二度と語ることはないだろう。何か、ここには相当な秘密がありそうだな。あ、そういえばなんか卵があった。どこら辺だ？ここ、あったー。オッケー。
すごいな、あっちこっち。あ、ここしかダメなのか。こっちは行けるな。どっちにすっかな、迷うなこれ。とりあえず、あー迷うな。こっち行ってもしょうがなそうだもんね。いや、意外と、いや、こっちにしとこう。お、新設発見、来たー。いや、こっちが当たりでしょう。ほい、弾薬。あっちにつけられるのか。なんか卵があるからな、気になるね。こっちは？こっちはいけないんだな。あっち行っちゃうと進んじゃうからね。お、あそこにもなんかあるな。あ、迷うな。あ、でもここは登れるな。こっから行って登れっから、ここで行っか。おっ！よいしょ。これが多分さっき、下から行ったら、ってことだよね。あ、そうだね。ここ別に落ちても大丈夫だったんだわ。川があるところがちょっと気になっちゃいますね。ちょっと見てみないと。特になし。よし。なんだ？ふむふむ。何度も広げたり畳んだりした跡がある。誰かが繰り返し見ていたのね。何これ、日本人、白人、なんかよくわかんないけど写真がありましたね。ここにも杭があって、こっからどっかに行けるんだけども、とりあえずこっち。下も通ってきた道なのかな。なんかうまいことやれば下にも行けなくもなさそうだけどね。まあ多分ダメなんだろうな。よし、とりあえずよいしょ。とりあえず仏像に火をつける。 OK、 あと2体、あと2体つけることができたら何かあんのかな。なんか卵があったような気がする。ああ、あぶねえ。あと大丈夫か。特に結構もう取ったんじゃないのこれ。あ、もう一個杭があるな。これはこっちか。お、なんか光っとる。あれはジオキャッシュなんじゃないのか。くっそー。ここは、ここはだな。こういう、こういう感じで。あ、こ、お、よし、ジオキャッシュ出ます。ジオキャッシュ、やべ、高くて、あ、しまった。くっそ。微妙な、微妙な位置だ。ここだな。ドゥ、どうするんだ。めんどくせえな。めんどくさいことしちゃったな。よいしょ。
迷路みたいに。うわ、元に戻るのにも一苦労だな。よし来た。よーし、ただいま。さあ行きましょう。ちょっとねちょっとサルベージュに時間かけちゃったね。サルベージュ時間かけちゃった。もうこれで大丈夫なはず。あれあれあれ、ちょっと待って。あ、そうだね、これでいいんだね。さあ行きましょう。え、そこは滑り降りないんだ。なんかあるのか。何もね。よいしょ、本がある。黄色と心の娘である私星は、明日太陽の娘星に生まれ変わります。私は女王の御事のりを賜り、衣を授けられました。村という村に住むすべての乙女たちが夢見る誉れ。母は喜びに涙を流し、父は誇らしさで顔を輝かせています。父がこれほど朗らかに微笑むのを見たのは初めてです。この最高の栄誉により、私たち一族は邪馬台国の名家に名を連ねるでしょう。生涯何不自由なく暮らせるのです。それどころか、私が女王になる日が来るかもしれないのです。それなのに、この気持ちはどうしたことでしょう。初めは気のせいだと自分に言い聞かせましたが、不安は日増しに募るばかり。と言って召し出しを拒むことなどできない。そんなことをすれば我が一族は終わりです。それでも私は女王が恐ろしい。うん、女王が恐ろしい。どうやら卑弥呼は相当危ない奴らしい。さあ、え、あそこに、あ、こういうこと、あ、こういうこと。こっから行ける？行けないな。あれ、なんか戻ってきちゃったけど、こっから行けた？あちゃあちゃ、こっから行けたじゃないか、これ。あ、いや、しょうがない。さあ、いよいよ。危ない。オッケー。あ、やばいやばいやばい。落ちる落ちる。早く早く。早いな。え？くしゃ。もうこの形状の壁を見ると反射的に四角を押すようになってる。いない。さあ、あ、キャンプじゃないのか、アゼントか。そう、本来トゥームレイダーつったらやっぱり発煙筒なんだけど、ね、今回は松明ということで大丈夫か。よし、行きましょう。ちょっとね、さっきからサルベージばっかで本編の方が進んでなかったら、あんまりちょっとサクサクいくとね、敵が出てくるかもしれない。大丈夫だ。おっと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 。蝉の声。話はロスから聞いた。大丈夫、他にも方法はあるよ。お、だといいけど。サムの手がかりは？日本っぽい古い城に入ったみたいだ。嫌な予感がする。心配ないよ、多分観光だろう。もっとマシな嘘ついてよ。お願いだから気をつけて。
まあいいや、弓は完全に無駄したな。よし、なんか意外と上にね何かあったか。いけないか、上に行けないね。よし行きましょう、先に進もう。キャンプ、お、ネズミだ。今は無理ね。不毛の谷。よし、え、それでも100ね。それでもこれっぽっちですか。意外と増えねえんだな。これじゃ多分何もできねえな。よし行きましょう。もう階段がある。それでいい。おお、サベージ。おお、ここにある。大量大量。こっちはすげえ迷路みたいになってる。さっきのところは結局同じかな、行き着くところは。同じみたいだな。うん、よし、大丈夫か。くまなくクリアリング。この遺跡、古墳時代より古い。すごいな。おお、サルベジ。ネズミがいっぱいだな。ネズミ気になるよね。とりあえず放置。大丈夫か。なんかいけそう。あ、これこさっき来たところか。そうか、ついつい迷っちまう。巡礼。女王、卑弥呼。すごいな、俺にはさっぱりわからん。あれ、またさっきみたいなところ来ちゃったよ。おすごい、パイロット。ちょっとカラスたちがいっぱいあるな。一匹ぐらいちょっとゲットしとくか。なんかありそうだけど、すげえプンプンに。よ、待て行く前にちゃんと確認して、何にもないか。杭があるな、これ。どっか行けるんだろうか。どこにもないぞ。にもないしな。すごい気になるな、この杭。絶対そうだよ、だってこれロープ張るところだもん。まあいいや。あれか、違えな。よし、まあいいや、行こう。そんな、もうバチバチにやる。おっとっと、何が起きた。子供にしては随分手こずらせてくれたな。だがお前は甘い、予想通りだ。殺せ。おお、無事かった。無事かった。いや、寂しい。もうこれ生きてるやつらが、すごい。
なんかわけわかんない言葉喋ってた今。またあのあれだ、一番最初の時みたいになんかやるんだろこれ。よいしょよいしょ。これまたなんか刺すんじゃない。おそうなるわ。あら、なんなのここ。なんか無線、あ、パイロットかこれ。それにしてもなんか全然落ちて無反応だったな。どうしようかな。もういい時間だな。はい、といったところで、今回はこんなもんにしたいと思います。はい、ということで次回お楽しみください。バイバイ。話しづらん。